政治ジャーナリストの田崎史郎氏が7日、テレビ朝日系、はとりしモーニングショーに出演。石破茂首相が原則公認から一転して、裏金議員を相当程度非公認にすると明言したことについて、安倍派の人は激しい反発を示していますと解説した。自民党は当初、裏金議員について原則公認との方向を示していたが、 石破首相は6日に相当程度の非公認が生ずると一転して安倍派幹部らを非公認すると明言した番組では選挙基盤が強くない当選4回前後の中堅若手議員について安倍派幹部が戻ってこられるのは下手をすれば20人程度と悲観的な状況を語っていることなどを伝えた田崎氏は非公認について超福利候補はしないというのは はっきりしたんですが、非公認の数が何人ぐらいになるかというのはまだ出ていないんですねと迷き。その上で、地元の理解が得られず当選が見込めない議員を含めて、非公認はトータルで十数人と分析した。続けて、これ安倍派の人たちに聞くと、激しい反発を示しています。これは安倍派潰しの総仕上げだと。終わったら当確運動するぞあるいは、終わったら自民党は、 分裂含みで推移するんじゃないかとか、激しい言葉が飛び交っているんですねと解説したが、ただ、これを皆さん、オフィレコベースでは言うんですけど、テレビカメラの前では言ってないんですよとも明かした。ハトリアナが、なんで言わないんですかと疑問を口にすると、もし言ったならば、言った人が批判されるから、お前、裏金議員だろって言われた、それでおしまいなんですね。実は、 石破さんサイドはもっと反発してくれた方がいいのにって感じなんですよ。そうすると自分たちやったっていうのが目立ちますから。安倍派にしたら石破さんの手のひらの平らの上で踊るような格好になるのでそれはやらないで選挙法を見ているってことですねと表向きでは静観していると説明。主流・反主流の溝はすごい深まっていると党内が深刻な状況にあることも明かした。 以下は視聴者からのコメントで自分たちが正しいと思うなら正々堂々カメラの前で文句言えばいい自分が悪いと分かってて国会議員なら許されるという安倍派という仲間意識で言葉を吐いているだけでそんな反省の意識のないようなのは落選したらいいこれは参議院でも同じで橋本聖子とか数千万円もごまかしておきながらなんの 説明責任も果たさない議員のいる参議院、議員選挙まで見届ける必要がある。政治資金の修正申告で認められれば問題ない、はず。税務申告と同じだよね。問題があれば起訴されて、裁判になる。法律を作る、国会議員が、法律にないことをして、法律違反をしている自覚がないよね。立民も、 同じ基準の修正申告をした議員がいるけど、党の要職にいるよね。安住さんは修正申告してるし、パーティーをしようと狙っている議員がたくさんいるのにね。修正申告が通っている時点で問題なしなんだよ。法律の理解できない野党議員はいらないよ。みんな入れ替わってほしいですね。ただね、たとえ非公認にしたとしても地元の選挙区に帰れば、それなりに名前、 の売れた連中が多いからね。逆に、非公認のまま当選しちゃったら、それで、裏金問題の見そぎは済んだってこと。になっちゃうからな。そういった意味では、今回の選挙は、国民の良識が問われる選挙でもあるよね。安倍派が反発するのは、他の見つかってない議員やは見つかっても、不記載やミスで済ましているからだろう。実際、立憲にも維新にも、 は新選組にもいるのに一瞬話題になってもマスコミは取り上げず叩くのは安倍派ばかり自分たちも間違ったと思っているから表では言わないけど恨みはいずれマスコミや他の議員に向かうだろう選挙後の議員同士やマスコミとの戦いが見物今は SNS の時代だからマスコミも今までのように世論を思い通りにはならないと思う